9周年だー。いやー、ブレソルももう9周年ですか。いやもう1年経つのかよ。今年の周年キャラは去年に引き続き千年キャラか。ケンパチとグレミーですね。アニメでの戦いはとても迫力がありました。まあよく言うなら周年キャラはオリジナル形態の方が特別感があって好きなんだけど、久保先生がアニメ制作やらなんやらで忙しそうだし難しいのかな。まあ制作時間があれば絶対ありそうですし、そうなんじゃないですかね。さすがにないだろ、適当なこと言うな。さて今回ケンパチとグレミーが来たってことなんだけど、気になるのは能力だよね。ケンパチはバトルキャラにされがちですし、グレミーは前回弱すぎましたしで、ブレソルないだと割と問題締めのキャラですね。さてどれくらいの性能をしてるのかな。言わなくさ、ファイアーエンブレムヒーローズ並みにぶん長くなっとるやん。誰がわかるんだこれ。ほうほう、今回のケンパチは超攻撃型か。いや超攻撃ヒット数プラス3に加えダメージ 100% アップだと。すごい時代になりましたね。最近イフトばっかで全然ブレソルやってなかったから今どれくらいインフレしてるのか正直わからないけど、超攻撃ヒット数プラス2に加え必殺技ヒット数プラス1にビビリ散らかしてた時代はすでに終わってるっぽいな。あんなにインフレが遅かったブレソルもついにここまで来たかって感じ。てかグレミーの方はどうなってるんだ。ああもうめちゃくちゃだよ。今の環境ってこれが普通なんかな。それはわかりませんが、とりあえず今回のグレミーはめちゃくちゃ強そうなので安心ですね。さて闇鍋見ていこうか。あれ結構よくね。最近のキャラばっかだし、去年の周年キャラ闇鍋入るの初めてじゃないか。いや去年は昨年どころかその前の周年も闇鍋入ってます。ごめん全然違ったわ。まあでもこの中で持ってるの8周年の2人とイバさんだけだから、今回結構当たって嬉しいキャラ多いぞ。ってことで今回の欲しいキャラランクがこちら。周年キャラ中心に狙って当たってくれれば嬉しいかな。ところで今ってクソの他枠あるん？ガチャ引かなすぎてそれすら知らないんよね。ないっぽいですね。やったまるで推しキャラがフル開眼できたかのような喜びよう。いやでもでかいでしょこれは。せっかく星5来たのに数十年前のキャラでした。ザーネインっていうゴミムーブがなくなるの精神衛生上結構助かるのよ。それに最近闇鍋も悪くないから余計にね。まあ確かにそうですね。さて前置きが長くなっちゃったのでさっさと引いていきましょうか。ちなみにどうでもいい話、呪霊が消えるの忘れてて未回収だった霊玉約500個が旭日陣されました。何してんねん。お知らせよく読んでなかったからあんま分かってないけど、ワンチャンプレゼントボックスに移ったとかないかな。分かる方はこのバカにコメントで教えてあげてください。さ、今回はいつも通り確定ステップまで引いていきます。さあ行くぜ。デュエル開始。10連目は星4でした。ちゃっちゃと20連目いっちゃいますか。ってあれ、ステップ2で霊玉200かかる。ってことは今回のガチャ無料分はないんですね。周年ガチャのステップ1はいつも無料分だったから違和感すごいなこれ。とまあ、それは置いといて引いていきますか。お、星5来た。さあ誰が来る。雨上がりの世界は美しいものだな。来たのはバンガサルキアですね。よし一発目かぶり回避。未所持なんで普通に嬉しいっすわ。イラストもすごく綺麗でいいです。さて2枚抜きの確認していきましょうか。あんたの分、ないとは言ってないんだけど。2枚抜きしやがった。マジですか。しかも連続未所持キャラや。これはだいぶいい引きをしましたね。さてないと思うが3枚抜きの確認いきますか。貴様程度では見ることはできんかもしれんな。3枚抜きだと。しかも全部未所持。いや20連目からこの引きすんのかいな。初っ端からカロリーが高いですね。え、まさか4枚抜きとかしないよな。よかったさすがにせんかったか。20連目の結果は未所持の3枚抜きをしました。いやー、初っ端からこの引きか。この動画ここがピークな気がする。そんなこと言わないでください。いやもうここで3枚抜きしちゃったんだし、周年キャラ2体とも当てるとかじゃないとこれ以上の取れ高ねえだろ。逆に周年キャラがまだ当たってないので取れ高はまだあるってことですよ。それもそうか。じゃこれ以上の取れ高を狙って引いていきますか。30連目は星4でした。40連目いきますか。よし星5来た。周年キャラ頼むぞ。周年キャラ来ましたね。違うそうじゃない。確かに周年キャラ来てほしいって言ったが、普通この言葉は新しい方のを指すだろ。しかも去年散々狙ったホワイトが来たのもなんとも言えんわ。畜生今回織姫演出だったから可能性は低いと思うが2枚抜き頼むぞ。
2枚抜きはしませんでした。まあすでに星5が4体も当たってるので文句は言えません。さてそんなこんなで次が確定ステップとなります。あーもうか、50連しか引かないから終わりが早いのー。まあどうせ月末に千年キャラが来るので推しがいない限り無理して引く必要はないですしね。今回の周年2人もどうやら常設みたいなので名曲もあんま多くないし、これ以上このガチャを引くつもりはないから、ここで9周年のどちらか、欲を言えば両方が来てほしい。ってことでラスト引いていきます。デュエル開始。感じるんだ、俺の力の全部を。だから違うって言ってるだろうが。また8周年キャラかよ。おいどうなっとんねん、なんで9周年のガチャなのに8周年のキャラ2体とも揃うんだよ。違うだろー、違うだろー。まああんたさっき周年キャラ2体揃わないと取れ高ないって言ってましたし、よかったじゃないですか、取れ高できて。違うだろー、違う。このハゲいや待て、まだこれは10連のうちの1体目に過ぎない。さっきは3枚抜きしたんだし、今回もきっと3枚抜きとかしてくれるはずや。よっしゃ気合い乗ってきたぜ。もう取れ高は取れたんや、あとは9周年キャラを引いてこの動画を終わらせてもらう。1体ずつ見ていくぞ。まず1体目、せーの、うれ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 、誰も引けず9体目まで来てしまった。だがここで周年キャラを引いてやる。せーの、ってことで今回のガチャ結果です。50連中星5は5体、そのうちに所持は3体か。全然いい結果だと思いますよ、9周年キャラ当たってないけど。うるせー。まあ周年キャラなんて常設だし、チケットやら闇鍋やらでいつか当たるからいいよ。今回見てみよう。ますます8周年キャラだけ綺麗に揃ったの笑う。一応ブレチケと星4確定チケット合わせて約1400枚あるから、次回はこれを引いて周年キャラを狙っていくぞ。まあ去年は惨敗したんでまあ来ないでしょうけどね。あんま調子乗ってるとまた無所ぶち込むぞ。やってみろよ。すみませんでした。とまあそんなわけで次回の動画はチケットを引いていきますのでお楽しみに。なんだよいきなり。そうだな、もう9周年キャラも出てくるだろうし。ごめん普通に存在忘れてた。